ながらご案内いたしました。本日のお話からもう今日うずまさん映画村にご来場いただきましてありがとうございます、そして、この会場にもこんなにたくさんのお客さんに、ご来場いただきまして本当にありがとうございます。今回はですね、まあ、これから、東映追加盾をご覧いただくんですけども、その追加および、今回の盾につきましてですね、私の方から少しだけ、ご説明をさせていただきたいと思います。今回の3回の公演になっております。先ほど1回目を終わったところなんですけども、前回、ご覧いただいた方も何人かおられるかもしれませんが、今回初めてご覧いただく方のために、少しだけお付き合い願いたいと思います。暑いですね。くれぐれも水分を補給しながらゆっくりとご覧になっていただければと思いますが、まずは東映追加会というこの我々のグループについての説明なんですけども、ここ東映京都撮影所で数多く撮影されてまいりましたテレビ作品、映画作品50年以上にわたりまして、その作品の立ち回りのシーン、チャンバラですね、それを、まあ、支えてきた盾の、まあ、スペシャリストのグループです。現在は俳優17名、盾師3名で成り立っております。剣会と、まあ、書きます、東映剣会と書くんですけども、呼び名は剣会と呼びますので、剣会と覚えていただかないように、くれぐれもご注意よろしくお願いいたします。剣会と呼びます。さて今回の盾なんですけども三部構成になっております。第1部を雪の師匠、第2部を月の師匠、第3部を花の師匠という三部構成になっております。で、先ほど申しましたが3人盾師がおります。まず第1部の雪の師匠は、私の先輩であります菅原敏夫が担当いたしました。第2部月の師匠は同じく先輩の上野隆三が担当いたしました。第3部は、私清家光彦が担当して、それぞれの違った動き、違った技、ムード、それぞれのドラマを作り上げてまいりましたので、その辺もじっくりとお楽しみいただければと思います。さあ、盾というのはですね、セリフのないドラマです。一つ一つの動き、一つ一つの間合い、それぞれに意味があります。それも皆様、お一人お一人が、まあ、感じ取っていただければ結構です。どのような状況でどういう動き、どういう戦いになるのか、その辺も楽しんでいただければと思っております。まあ、長々とお話すると暑いで早押せと言われます。この辺で開演させていただこうと思います。東映追加会だからできる盾、東映追加会にしかできない盾、最後までごゆっくりお楽しみください。
Oh!
先ほども申しましたけども、今回で2回目の公演です。2時半から3回目になります。3回目はですね、またメンバーが変わります。今回とまた違った動きになりますので、もしよろしければ、いえ、ぜひとも3回目もご覧いただきたいと思います。2時半から今になっておりますので、本日はありがとうございます。これ次回、これからも頑張ってまいりますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。それでは。